こんにちは。宝カラ特です。はい、今日はですね。久しぶりにリップルの動画を撮っていきたいと思います。最近ね。もコインチェックのね。騒動です。とかま色々あったのでね。結構 <laughs> ね。精神的に鍛えられたあの時期だったんですけれど、まあ、ね。これからはね。まあ、やっぱりあのネガティブな材料だけじゃなくてね。どんどんポジティブな方へね。持って行きたいなっていうところでもあるので。 えっとね、まあちょっと本当に、あのーね、リップルの講材料が結構あるなというところで、まあ、少しずつね、一気に話すよりは少しずつ出していこうかなということで、このね、2018年2月の講材料を考察してみます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。えっと、ニュースとしてはですね、あのー、コインエクスチェンジでですね、リップルの取り扱いがスタートしているんですね。実際ちょっと見てみたんですけど、 はい、こちらですね、リップルの方、えー、使える状態になっていますね。はいあのーまあ、最初はちょっと売買できないんじゃないかなっていう話だったんですけど、まあ、どうやらできそうな感じなんですね。で、ね、僕もまだ解説したばかりで、本人確認まで、ね、終了してないので、まだ入金できてないんですね。まあのー、やっぱりいくつかの、ね、取引所を使って あとはまあハードウェアウォレットなどね導入していこうかというところなので今後あのちょっとこの辺りも使いつつ、えー、自分の資産管理していこうかなというところですねはいでこのコインエクスチェンジですねコインエクスチェンジあのー、まあいろいろとこう調べながら、えー、登録してみたんですけれどねまあいろいろ特徴があって金融庁、ね、登録仮想通貨、えー ね交換事業者第1号ということですね。はい。あとはですね、この法定通貨がすごく豊富なんですよ。これちょっとね、見ていただくと、まあ、US ドル、ユーロ、と香港ドルとかね、オーストラリアドル、あとは、えー、っと、インドネシアのルピアとかですね、あとフィリピンの、えー、っと、ペソでしたかね。はい。 これがインドネシアのルピアですかねいろいろねあるのですごい法定通貨ねたくさん取り扱ってますねはいで今回このね XRP が追加されたことによって先ほど紹介した法定通貨を、ね、使っている人にはコインエクスチェンジはおすすめの仮想通貨取引所になりますねあの国内にいる人だけではなくて 外国人のね利用も多くなるんじゃねですかね今後ねはいそういったところも期待できますねはいあと対応している金融機関はね約380もあるということでえっ、ー、と日本国内でいうとまあ楽天銀行ジャパンネットスミシン SBI ネット銀行自分銀行リソナあとは三井住友や老金などねえっ、ー、とたくさんの、えー、金融機関対応しておりますね。 あとは、あの、メールや LINE でのね、サポートもあるということで、はい。結構ね、あの、セキュリティも高いということでね、こう、調べたら出てきたので、あ、これはちょっと今後、いろいろ使っていこうかなと、今考えております。あと、今後ですね、NEM や、あの、ライトコインの上場も予定しているということですけれどもね、はい。このコインエクスチェンジ、ぜひね、まだ解説していない方は、あの、ぜひ解説して使ってみてください。 あのね、いろいろ思い返してみるとですね、なぜリップルをね、一番最初に所有したのかなと思うと、仮想通貨始めるときに、まあ、金融や、ね、投資のことを、やっぱもっと知っておくべきだなと思って、いろいろ情報収集してたんですよ。でその中で、あ、リップルっていうのがあるんだなっていうで、それぐらいなんですね。で、日本でね、結構人気があるっていうことは、全然もうわからなかったですし、で、まあ、最初に買った、 コインなので単なる思い入れなんですよ。<laughs> はい、まあ。結構ね、そういったところありませんね。あなたも思い入れのあるコインがね、通貨があると思いますけど。はい。それではね、2月のですね、リップルのプラス材料をちょっと、えー、っとね、説明していきたいと思います。あの、カナダですね。カナダをね、代表する取引所があるんですよね。このコインスクエア。 という取引所なんですけどね2018年2月28日に XRP の取り扱いを開始する模様ということなんですね。でこのコインスクエアなんですけどまあ、ビットコインビットコインキャッシュイーサリアムライトコインあとダッシュねと同時コインが取り扱われているんですけどそこにね XRP リップルの取り扱いを開始するとねいう発表がされたということなんですけどあの。 カナダはですね、仮想通貨に対してね、すごく柔軟な先進国ということで、あとはのブロックチェーン技術に、ね、前向きに取り組んでいるとね、あの言われていまして、プラスね、事業をアメリカやイギリスにもね、拡大する計画を持っているということなんですね。はい。あと、去年の10月ですね、カナダのトロントでスウェル、バイリップルというね、重要なカンファレンスも 行われたんですよ。ね。濃密の関係性も感じられますね。はい。このね、日本人が思う以上にカナダでのリップルへの認知度と期待が高まっているようなんですね。はいで、このスウェルというのはですね。まあ、ざっとちょっとこれ転用しさせていただいたんですけれども。スウェルとはグ,グローバル決済方法に関する顧客の需要の変化を捉えるために。 オンライン決済に関する有識者や影響力の高い人たちを交えて、ブロックチェーンに関するユースケースなどをまとめ、今後のプランについて発表、または議論をする場のことということですけれどもね、ざっくり言えば、あの、まあ、とある、あの、カマレンスをね、あの、ライブ配信で覗かせていただいたんですけれどもね、本当にもうパーティーのような感じで結構ね、派手な演出も交えながら、今後、 まあ私たちがねどういった形でこの通貨をこう世の中に役立てていきますよっていうような感じでねこう本当に仮想通貨で稼いだ人とかね本当に仮想通貨をに関わるエンジニアさんたちですとかあとはそのまあまあ本当有識者,有識者と言われる方たちですよね、うん、中にはね、まあ、政治家なんかも参加するっていう噂も聞いたことあるんですけどね はい、結構ね楽しそうでしたんでねいずれはちゃんとそういったところをしっかり自分でも、ね、あの遊びに足を運べるようにしたいなと思っています。はい、でですねこのリップルがコインスクエアに上場することがもしねまあ現段階では一、ね、応開始する模様ということなので確定するとコインスクエアで取引されている資金の多くがねリップルの売買に向かうと考えられ リップルの取引高がががさらに上がることが想定できますねですので2月の下旬に向けてちょっとリップルの動きっていうのを少し注視していくといいかもしれませんねはいあとはですねこの仮想通貨の,あの時価総額の、ね、今上位にいるじゃないですかリップルまあ現在3位ですよね でこのね今、軒並みあのー、全体的に下がっている中でリップルとまあ今、ネオもね結構強いですね。頑張ってますよね。はいそういったところでやっぱり最近、このビットコインとかにあまり振り回されなくなっているイメージもありますけどね、皆さんどうですかね。はい、ネオもね、やっぱりどんどん今後期待できるのかな。なので、この時価総額の、ね、上位に。 今後も世界中の仮想通貨取引所への上場が期待されますよね。本当にコインスクエアへ上場が決まるとね、価格上昇への影響は、まあね、結構大きいんじゃないかなと踏んでいます。はい、ではまとめていきます、ね。冒頭で述べたように複数の取引所と、あとはね、それでも完璧じゃないので、やっぱりハードウェア、ウォレットを今後は使用していきます。はい このリップルのね、購材料が多いので、やはり今後にね、どんどん注目していきたいなと、あと情報も、ね、しっかり収集していきたいなと思っています。あとまあ、1ヶ月から半年、1ヶ月はどこから厳しいかな、<laughs> いろいろあったのでね、やはりね、一度超えた400円ね、それをさらにまた超えてからの1000円台を期待してるんですね。まあ、SBI にね、上場した後か、まあ、国際送金がね、実際使われ 始めてかか、らなのかあとはね、韓国の規制とかね、中国が禁止だとかね、そういったものが落ち着いてからなのかわからないんですけどね。ただね、あのリップルを買いましょうと言ってるわけじゃなくてですね、やはり自分で調べて、あ、これは買いだなっていう確信を得て買いましょうね。人に言われて買ったコインっていうのはね、あの愛着も湧かないですし、あの全然ね、取引しててあの面白くないんですよ。 で仮想通貨って、なんに、ただのね、投機目的のものではないですしね、その仮想通貨が持っている意味とか意義とかね、社会にこう、貢献できる、何ですかね、こう、理念とかね、そういったものをぜひ調べてみてくださいね。はい。僕はリップルすごく、あの、面白そうだなっていうところからね、あの、しっかり期待して、 保持してますけどまあねコインシェクさんどうなるかまだわかんないんで <laughs> 別の取引所でしっかりええーね、資産どのええー、資産の方ね持っていきたいなと思っておりますはい、はい、それではですねまあ仮想通貨への投資資金の作り方ね最近いろいろとあのー お問い合わせいただいてるんですけどね。まあ、物販ネット物販でもね。あのノーリスクでできる方法がありますのでね。月にね。3万から5万でも投資資金っていうのが作れたらすごく魅力的ですよね。はい、あとはね。仮想通貨のコミュニティ情報も、えー、扱っております。本当にね。独学。とね、何ですかね？自己流では本当に投資っていうのは結構危険な世界ですのでね。コミュニティに入って学ぶ自分に自己投資して学ぶっていう必要性が本当に。 あのね、これを断言してもいいいぐらい必要なのでねはいこの辺りの情報も、えー、もし欲しいということがいら,いらっしゃればですねあのいろいろな動画のプレゼントもしてますのでこちら「宝インアットアットマーク」「小文字の xj9」「数字の9026」「小文字の a」ですねアットマークを入れて ID 検索してくださいはい。 本当にね、2018年、もうね、そろそろ2月に差し掛かるんですけどね、怒涛の1月でした。本当にお疲れ様でした。<laughs> まだ終わってないですけどね。はい。ただ、今後ともね、あの、いろいろな、えー、リップルを含めてね、仮想通貨の情報をどんどん発信していきたいと思いますので、えー、どんどんね、えー、資産構築、共に頑張っていきましょう。はい。それでは、最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。